皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。キャプテンオブインダストリー、実況始めます。研究を一気に第4段階に引き上げた前回。そのためにガラス作り始めたんだけど、これがまあ大変大変。作ったお塩を運ぶためにまたクソマガコンベア引いたり、めんどくさな生産ライン作ったり。でも研究進めないと重油が溜まる一方だからしょうがないね。そうですね。貴様そのやる気のない返事はなんだ。サーと呼べサーと。プレジデントの次はサーですか。鬼教官ご主人様。どうでもいいですけど、さーって卓球するときの掛け声みたいですね。あらあら遅れてるのね、セバスチャン。今ピンポン界最新のトレンドシャウトはチョリース。これよ、これ。言いたいことはなんとなくわかりますけど、多分チョレイですね。あと何年前のトレンドですかさ。いいじゃんチョリースで。そんで今回のお仕事は何なの。無論重油の処理ですさ。前回やっと第4段階の研究を開始することができました。溜まり続ける重油をそろそろなんとかしたいんですよね。でもまだその研究終わってないじゃん。その通りですさ。ですので研究が終わるまでしばらくは生産ラインのメンテでお茶を濁しますさ。それでは今回のお仕事開始ですさ。まずは現在絶賛研究中のこちら。研究所じゃん。どうしたの？なんか問題ありありなの？研究資材さんの生産状況が芳しくないんです。確かに。ろくにコンベアに流れてないのよ。今研究資材は1、2、3をそれぞれ1軒の工場で生産していますが、さすがにここまで研究が進むと厳しくなってきました。先の研究資材ほど生産効率落ちちゃうのよね。今はとにかく研究を進めることが優先事項です。研究資材1と2の工場を増やして研究を加速しましょう。工場2軒を追加、これで研究もはかどるでしょう。しかし工場1日コンベア大渋滞ね。研究資材の生産ラインは正直拡張のこと考えてなかったんですよね。なんとか空いている場所に詰め込みましたが、この先もう1段階あることを考えるとどこかで立て直しが必要かもしれませんね。まあ今はこれで良いでしょう。では次の仕事です。お次は建築資材の生産ラインに倉庫を1つ追加。ここには鉄を保管しておきます。鉄って足んないの？鉱石さえ途切れなければ生産能力は十分なんですけどね。それでも大規模な建築が続くと鉄の需要は激増。ラインの途中に置いている倉庫に鉄がたまらないんです。そんな時に船の修理や車両の生産で鉄が必要になるケースで支障が出てるんですよね。ですので常に鉄をストックしておく倉庫を作って備えておこうというわけです。自動化したら下で面倒くさなこともあるのね。同じ用途で使い部品も後で倉庫を作っておきます。しかしこの辺りも本当に一気に具合がマシマシなのね。トラックの通路を確保するだけで一苦労ですね。次はこちら、お豆腐工場。お豆腐屋さんでも問題ありなの？大豆からお豆腐を作る際には副産物がありまして、家畜飼料が出ちゃうんですね。とりあえず倉庫に放り込んではいたのですが、さすがに満杯になって生産が止まりました。ここでも副産物問題アゲインなのね。いずれ養鶏を始めた時のために飼料は保管していたんですけど、さすがになんとかしないといけませんね。で、とげんすっとね。家畜飼料はミキサーでかき混ぜると堆肥にすることができます。これをさらにミキサーで水と合わせると有機肥料になります。これなら畑に還元することもできるので一石二鳥でしょう。珍しくちゃんとエコなソリューション、意識高くってよセバスチャン。では有機肥料の生産ラインを作りましょう。有機肥料の生産を開始。これでお豆腐の生産も再開です。研究が終わるまでまだ時間があるので、もう一仕事行きましょう。次はこちらですね。大型車両です。これまでよりも積載量の多い大型車両をアンロックしています。その大型車両を作るために必要な車両部品2の生産ラインを作りましょう。材料は車両部品1と鋼鉄、そしてガラスです。どっちも生産してるからこれは楽そうなのよ。車両部品2の生産開始。ある程度在庫が溜まったら順次車両を大型に差し替えていきましょう。新車買ってもらってうんちゃんたちもにっこり。ついに重質原油分解の研究が完了しました。やっとなの？では本日のメインミッション、重油処理を始めましょう。建設を始める前に重油分解処理についてのご説明。原油から燃料を生成する処理もなかなか複雑でしたが、こちらも結構な難物です。まず先ほどアンロックした重質原油分解処理。
こちらは分解施設で重油を水素で軽油燃料と燃焼ガスに分解するプロセスです。つまり重油を燃料にするには水素がいるってことなのね。そしてその水素の生産方法ですが、重油の手前の研究でアンロックした水素製造施設、これを使って燃焼ガスと高圧蒸気で水素と二酸化炭素を生産します。今度は水素作るのに燃焼ガスが必要なのね。重油作るときに燃焼ガス出るしなんとかなるやろ。ただ重油を分解するときに出る燃焼ガスでは量が少なすぎて足りません。ダメじゃん。現在燃料を生産している過程で作られている軽質原油、これを精製してナフサを作れば十分な燃焼ガスが得られるのですが、こちらはまだ研究が終わっていません。これ積んでね。燃焼ガスを生産する方法は他にもありまして、かなり前に完了したバイオ燃料の研究、そこでアンロックした嫌気性分解施設を使い、ジャガイモや小麦からガスを生産できます。同時に堆肥も生産できて、これも肥料の材料になりますね。ナフサの研究をアンロックするまではこの方法で燃料ガスを生産します。お芋も小麦も余ってるからまあええやろ。とりあえずは施設の配置を考えてみましょう。今回もスパゲッティな生産ラインになりそうな雰囲気。重油分解施設の建築指示完了。思ったよりもコンパクト。最終的にはナフサの処理施設も必要になりますからね。今は仮置きです。当面水素の生産に必要な燃焼ガスはお芋さんだよりになりますが、それはトラックで輸送します。いずれはナフサに変えるわけだし、いいんじゃないかな。それでは建設開始です。重油分解施設の建設完了。ちょうどお芋さんさんの燃焼ガスが水素製造施設に配達されます。水素製造施設が稼働開始。今回も見事に配管がスパゲッティ。入出力が多いので仕方ないですね。水素の生産完了。重油の分解処理が始まりました。どうやらうまくいったようですね。やったぜ。当面は溜まりに溜まった重油の処理を優先します。ですので原油を生成する化学プラントは2機のうち1機を停止。溜まった原油の処理が終わったら改めて重油処理プラントと合わせた利用方法を考えましょう。石油化学プラントはかなり完成形に近づいた気がするのよ。重油が減るのを待つ間もお仕事は止まりません。車両部品2の在庫が溜まったので車両生産工場をアップグレード。これで大型のショベルカーとトラックの製造ができるようになりました。航海を続けるアルカディア号は新たな集落を発見。この集落では貨物船の製造をお願いできるようです。いいね、こりゃイケてる集落なのよ。お値段建築資材さんが600となかなかのハイプライス。それにまだ使っていない輸送船が2隻ありますので当面は不要ですね。まあいざという時の頼りどころがあるのはいいことなのよ。そして大型車両の生産を開始。採掘現場に優先的に配備しつつ順次全ての車両を置き換えていきます。掘る量も運ぶ量もマシマシで小屋採掘がはかどるのよ。ラインが大きくなり石炭や鉱石の消費量が増えて採掘が追いつかなくなってきた今日この頃、大型車両に寄せる期待は極めて大きいですね。アルカディア号が難民を連れてきてまたも住居区画が満杯。第3段階の研究が進んだので住居をアップグレードして対応します。今度はどんな見た目になるのかしらね。ワクワクするのよ。なんということでしょう。あの雑居ビル前としたビルがお生えそな高級マンションに大変身。くつろぎと癒しの空間がここにはあるのです。収容人数も100人以上増えますし、しばらく区画の増設は必要なさそうですね。全部このお生えそマンションにアップですればそれはそれは意識高い絶対の孤島になるのよ。重油の処理もさらに進めていきます。ナフサ海質処理の研究を完了して分解施設に新たなレシピが追加。高圧蒸気でナフサを処理して大量の燃焼ガスと酸性水に分解できるようになりました。これでお芋さんはお役ごめんなのよ。結構バカにできない量をガスで消費してましたからね。これで食料も一安心。重油の分解処理を燃料からナフサに切り替え、そのナフサを分解して燃焼ガスにして水素製造に使います。副産物の酸性水は化学プラントに送って硫黄とアンモニアにしてもらいます。でもそれって重油減らしてるだけで燃料増えないってことじゃないの？今は重油タンクの場所を開けることが優先ですね。あのスペース無駄になってますし、それに原油は海上掘削基地のおかげで困ることはありませんし、むしろ今はスペースを作ることが重要です。いつの間にかここも狭くなっちゃったのよね。ナフサの分解処理を開始。これで化学プラント内で燃焼ガスを自給できます。水素の生産も安定して重油処理も進むでしょう。そして本日最後のお仕事、化学工場を一軒増設します。何故なの？研究が進んで化学工場で窒素と水素からアンモニアを作れるようになりました。アンモニアは肥料の材料ですし、今回燃料を重油から作ることを優先したせいで燃料の副産物であるアンモニアが不足して、ただいま絶賛肥料不足中でして、農業の収穫量がかなり下がってるんですよね。それはまずいのよ。ですので化学工場でアンモニアを作って肥料の材料にします。
これで収穫量も持ち直してほしいですね。最初は邪魔でしかなかったアンモニアがまさか足りなくなるとは思わなかったのよ。無駄なものは何一つないということなんでしょうね。エコで SDGs だからね。これで今回のお仕事は終了です。では今回の仕事を振り返ってみましょう。今回も実によく働いたのよ。まずなんといっても原油処理を開始したことですね。研究も進んでナフサ処理も始めました。現時点で重油の備蓄は3分の2くらいまで減っていますので、もうしばらくはこのまま稼働が必要ですね。化学プラントはこれで完成なの？まだです。まだなの？備蓄重油の処理が終わったら改めて手直しします。今は結構雑に配置しちゃってますからね。今までの化学プラントの再設計も合わせてやる予定です。この配管組み直しとかマジめんどくさ。アンモニア生成のための化学工場も稼働開始。肥料の生産を増やして収穫量の回復を図ります。足りなくなった後はまた余る予感もちらほら。その繰り返しでバランスを探っていくしかありませんね。人口は1200人を突破。2区画目を住居さんにアップグレードしました。おはいそかの進む住宅区画、ほんと人口増加が止まんないのよ。さすがに今の区画を全部アップグレードすれば足りるとは思いますが、正直自信がないのよ。大型車両への乗り換えも順調に進んでいます。すでに鉱山の半分の車両は大型化しました。こうして見ると全然デカさが違うのね。これで車両台数も少しは余裕が出てくれるでしょう。今回はこんなところですね。しっかしこう見ると随分と真っ平らになったのよ。採掘もかなり進みました。石炭なんかは地下への採掘を始めましたしね。木の伐採も進んでスペースもたっぷりで良きかな。ただ不安材料もありますね。先ほど地下水が少なくなっていると警告が出ました。マジかよ、それやばくね。水は農業と工業どちらでも欠かせないですからね。まあまだ水源は谷もありますので当面は大丈夫でしょう。正直資源の枯渇に怯えながら仕事してるのよね。水を節約する布告なんかもそろそろ使った方がいいでしょうね。それでは開発が進み日々見晴らしの良くなる島を眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。